こんにちは、開講時のドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒にドローン楽しんでいきたいと思います。今日はですね、待望のこちらをご紹介します。じゃーん、 DJI ネオ。はい、DJI ドローンで最小最軽量の DJI ネオ、本体のみでさっと飛行させて撮影できます。日常生活とかレジャーとか家族とのひととき、ペットなどの撮影ができる Vlog 用ドローンになってます。じゃあね、飛ばしていきましょう。じゃあネオを DJI ゴーグル3とつなげて RC モーションコントローラー3で飛ばしていきましょう。リリー、おおほほゴー。さあ、ノーマルモードでいきましょう。ノーマルモードでも結構ね、スピード感があって面白い。ふう、うわー、綺麗。こういう空撮はね、なかなかやっぱセルフィー特化ドローンではできない飛行になりますよね。やっぱね、映像綺麗だもんね。さあ、おお、危ない危ない。おー、ぶねー、面白いね、やっぱね、 FPV。 おっと、早い早い。これモーションコントローラー3すごい直感的でやっぱやりやすいっすよね。いけるか、あぶねえ。おお、電波の接続はいい感じ。お、ここ空いてる、いけるか、ゴー。うわ、いったー。GPS がないとね、挙動がめっちゃ難しい。さあ、どうかな。さあ、 GPS 信号が、全くほぼないんで、慎重にね、行きましょう、慎重に。いけるか、おー、行った。さあ、抜けられるか、無事に事故らず、抜けたー、面白、面白いね。玄関から入ってみよう、今度は。ほっ、ほっ、よいしょ、いったー。今度スポーツモードで使ってみましょうか。さあ、モードをスポーツに変えて、スポーツモードやっぱ早いっすね、結構ね。うわー、山きれい。あ、でもちょっとね、ノーマルモードに切り替えて、結構機体がちっちゃいんで、こういう狭いところも
割といけちゃう。よいしょ。うわ、厳しいこれ。おー、危ねえ。最近卵を産み始めたうちの鶏ちゃんたち。よいしょ。いや、いいですね。今、バッテリーね、52% か。あ、ここ微妙。おー、いけた。いいね。めっちゃ楽しい。おー、さあ、あと3分ぐらいか。たまにね、GPS 信号がなくなると一気にね挙動が変わるんで、取りに行けないようなところを飛ばすときは結構注意した方がいいかもしれない。あ、これ閉まってるか。うん、閉まってる。残念。お、開いていた。開いているぞ。お。はい。ぐるっと回って。いいね、いいね。あ、楽しい。アバターよりも、低く飛べそうな気はするけど、どう？無理？無理か。無理だね。これはちょっと無理かも。うわぁ！あ、今ね、見ましたか？このバスの下に入ったことで、あの、位置情報の即位がなくなって、それによって、すごいね、挙動が変わりましたよね。この鉄板の下に入ると、ほぼない、ほぼない。どうかな、これで GPS の即位がほぼないっていう状況になって、これがゼロになると一気に挙動が変わってしまうんで注意が必要ですね。 あと2分、もっと飛ばしたいよ。めっちゃ楽しいよ、これ。あー、めちゃくちゃ楽しい。あー、唐辛子。いい色だ、唐辛子。いいねー。さあ、戻ろう。青じそを抜けて、いけんの？そこ危ないんじゃない？危ないんじゃない？危ない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 。戻ってきたー。あー、お疲れ様ー。あー、いい。おかえりー。めっちゃ楽しい。やっぱアバターよりもスピードはね遅いし、飛んでる感じはふわふわするんだけど、その浮遊感も楽しいし、意外とね飛びますね、ちゃんとね。やっぱりね、セルフィー特化のこう自撮り用のドローンっていうよりかは、しっかり FPV 機、あの、空撮もできる高性能なドローンっていうね感じですよね。面白いです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。 DJI ネオ楽しいですね。これ本当に楽しい。やっぱね、ゴーグルとモーションコントローラー使って没入型のねモーションコントロール撮影っていうのが楽しいですね。以前紹介した 99g の AI セルフィー飛行カメラと比較しても、飛行性能に関しては群を抜いてるし、映像も超綺麗だしね。いろんな選択肢で使えるっていうね魅力はありますよね。手のひら、送信機、没入型っていうね。まあ日常使いにねぴったりな DJI ネオね、 Vlog カメラとしてドローン興味あった方、これを機会に手に取ってみたらねいかがでしょうか。まあちょっとね、あの、許可申請とかそういったのもね必要なシーンもあると思うし、まあそれ以外でも
特定飛行に当たらないね、150メートル以下で人口集中地区でもなくて夜間でもなくて目視内の飛行っていうことだったら割とね飛ばせる範囲あると思うんで、まあそういうところで飛ばしてもいいし、この機会にちょっとね許可申請のことを調べて国交省にね許可申請を出してドローンを楽しむ範囲を広げてみるのもねいいと思います。ということでまたこういった最新のドローンの情報やガジェットやモビリティなどの動画たくさん作っていきますので、今後も一緒に楽しんでいただけるという方はぜひチャンネル登録お願いします。さよなら。